はい、皆さんこんにちは、ソーサです。昨日に引き続き、動画を上げていきたいと思います。で、今日はね、ちょっとホワイトボードあります。私の職場でございますね。今日はね、これ金本監督についてちょっと、ね、先ほどネットで調べましたら、金本監督がかなり金本監督が激怒したという動画、11秒ほどの動画なんですね。私も見たことがあるんですけども、ものすごく、怒ってるんですが、これ何に対して怒ってるかというと、グラウンドの中でプレーに対して怒ったんじゃなくて、ファンのヤジに対してめちゃくちゃ怒ってるという、動画なんです。で、これってファンのそのヤジっていうのは、僕も一野球ファンなので、ヤジを飛ばすことは、球場に見に行けばね、ヤジを飛ばすことはあるんですけども、それでもね、そのヤジに対して応戦するっていうのは、ちょっと甚だ大人げないんじゃないかなって思う部分も、実は思ってたりもします。で、かつてね、元巨人にいて、横浜にいた、駒田元選手なんていうのは、ヤジに対してもう、それとこっちだって頭に来てんだよとかっていうふうに、ヤジに対して怒ったりとか。で、最近プロ野球のね、試合後なんかも、日本ハムの中田選手とか、ね、いろんな選手が、そのヤジに反応して観客とね、グラウンドとスタンドで、場所はね、離れてるんだけども、睨み合うっていうことが起きています。ね、で、今回はその金本監督もね、阪神の監督辞任を、されますね。ちょっと残念なんですけど、もっとやってほしいなっていうのは思いは、ファンとしてはあったんですけども、実はじゃあ、何に対して怒ったかっていうことなんですね。やっぱ今年の阪神っていうのは、成績が振るわない、ね、打線もつながらない、そんな中で、17年ぶりの、最下位に落ちてしまった、ね、最下位が確定してしまった。これ17年ぶりっていうと、あと紐解きますと、2003年ですかね、野村監督が率いてたあたりかな、星野監督に変わったあたりかな、の頃まで遡るんですよ。実はそこから17年間阪神タイガースっていうのは最下位はなかったわけです。ところが、最下位になってしまった。今年ね、最後の最後で最下位確定してしまった。これに対して、ファンはやっぱ怒るわけですよ、虎党は。僕は虎党じゃないですよ。僕は犬鷲党ですけども、虎党は怒るんですよね、やっぱね。だから金本やめろーとか、なんとか言うわけなんですけども、ホテルかどっかわかんない、入り口のところで、金本やめろ、この野郎って言われたのに、金本監督が激高して、もう球団職員、ね、2人にこう抑えられながら建物の中に消えていくって。で、その中でこう女性ファンが辞めて監督っていうのに対して、この、ね、その喧嘩の発端、ガチ切れの発端になった男性の声も、なんですかね、何やってんだお前っていうふうに怒鳴るっていうことも、実はありました。で、これって、実はこれネット上でね、こんな風にしてニュースに出てるんですよ。プロ野球阪神タイガースの金本監督は男性ファンと揉み合いになり、球団関係者から制止される、動画がツイッター上に投稿され、何があったのかと波紋が広がっている。で、球団はね、Jキャストニュースの取材に対して暴力行為は一切ございません。という風に、コメントはしています、ね、ホテルの入り口ですね、ホテル入り口の外と見られる場所で、揉み合っている。周囲には阪神ファンと見られる人たちがいて、金本さん応援しますの声が響く中に、男性の後ろにいる女性がやめてと叫ぶ。これは何に対してやめてなのか、その揉み合うことに対してやめてなのか、金本監督に対して、じゃあお前監督やめろっていう意味でもやめろなのかって、やめてなのか、どっちかわからないですけども、ね。金本監督のブチ切れたというが、これ10月1日現在で、ツイッターの方は投稿は削除されております。しかし私はこの動画見ることができました。YouTube じゃないな。
なんかの動画でね、私見たんですよ、10月1日以降に。あ、これ金本監督マジでキレてるなって思ったら、先日、ね、とうとう辞めますと、辞任しますというニュースが流れたのでね、ちょっとね、一ファンとしては、プロ野球ファンとしては残念な結果かな。ただ、金本監督が放った一言もちょっとんっていうのはあるんですよね。巨人は3位でも辞めなきゃいけない、うちは最下位だから、最下位だから責任を取るのは分かる気がします。巨人は3位でも辞めなきゃいけないっていうその言葉の意味は何なんだろうなっていう、ちょっと未だに不思議な部分もありますけども、巨人といえばね、やっぱり上昇軍団としてね、中にアンチ巨人っていうのもいるぐらいですからね、そういうふうに、勝つことを宿命づけられた球団がやっぱり3年間、高橋監督が見た3年間で1回もね、優勝できなかった、ね、そこでやっぱり高橋監督は責任を取って辞めますよという、ね、決断を下して、でもクライマックスに行くということなんですよね。ぜひね、最後ね、いい結果で終われるように、頑張ってほしいところですね、本当に。楽天もね、交流戦の最中に監督辞任という、とんでもないことが起きましたけども、やっぱ監督っていうのはやっぱり、チーム全体の全ての責任を負うということで、ね、やっぱりそのプレーに対してもやっぱりその、ね、現場が一番よく分かってるから現場の人間に任せなきゃいけない。現場の人間に任せなきゃいけないのに、フロントとかね、現場を見てない連中が、ああだこうだって口出しするのはどうかと思う。楽天ファンはみんなそれ言ってます。はい。当該球団でございますから、はい。いろんな人が、外からね、キャーと言ってくるんで。それ今まで防波堤だった星野監督っていうのは、星野球団副会長の存在が大きかったんですけども、ちょっとね、残念なことにね、お亡くなりになってしまったので、ね、ちょっとその防波堤がいなくなってしまったと、ね、ちょっと防波堤という言い方も失礼かと思うんですけども、で、話は戻しますね。で、阪神の監督次誰やんのっていう話なんですよ。噂ではいっぱい流れてます。噂では矢野監督、二軍監督がやるんじゃないか、掛布がやった方がいいんじゃないか、岡田がやった方がいいんじゃないかってね、いろんな噂飛び交ってますけど、実際誰だかは分かりません。まさかのね、片岡ヘッドコーチがそのまま監督に上がるっていう人事はないと思うので、僕の中ではおそらく矢野か岡田じゃないかなという考えです。ということで、とりあえずね、話を元に戻しますと、怒っちゃやーよと怒っちゃやーよ、やじられても、はいはい、そうだそうだっていう風にして流すのが、世の中でも大事なんじゃないかなと思いますね。よくね、車をね、煽り運転をする方々なんかもそうです、ね、自分がね、なんか邪魔されたとかそう思い込んで、その煽り運転をして、で、迷惑行為をする、これっていうのはもう社会全体の迷惑になってます。あなたの行動一つが。なので、そういう行動をぜひおやめいただきたいと思います。で、最後、野球と全く関係ないことを言いましたけども、今日はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。